こんにちは、ビーハイヤーの松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。異色系パズル、お化け置けば OK がじわじわ10万ダウン突破、記念キャンペーンもということでですね、まあ、こちら、ダウンロード、好評ということでニュースになっております。まあ、こちらシープラさんが、2014年4月29日に配信したものでして、まあ、Android 版のみですね、現在配信中。iOS 版は現在事前登録、期間中ということなんですけれども、まあ、なかなかですね、私もプレイしてみたんですけれども、ゲーム性がですね、やはり他にはないようなものを搭載しておりまして、まあ、そういった部分非常に、面白くなっているかなというところですね。まあ、5×5 の、マスの上に同じ種類の、お化けを3つ置くとですね、成長進化して、攻撃して、まあ、それによって撃退していく、まあ、そういった、結構頭を使ってですね、やっていく、そういったゲームになっておりますので、まあ、やはりですね、ちょっと新しさという部分が、認知されるのに時間がかかってですね、ダウンロード数が今、まあ、ゆっくりと、伸びていく、そういう状態にあるということですので、まあ、確かにですね、そういった新しいゲームというのはどうしても受け入れられるのに時間はかかってしまうんですけれども、まあ、だからこそですね、そこに挑戦して、ニーズを開拓していくことがですね、よりガッチリと、ユーザーのハートをつかむゲームに仕上がっていく、まあ、そういった側面もあると思いますので、まあ、今後もですね、お化け置けば OK が、伸びていくことを願っております。まあ、iOS が、ダウンロード開始すれば、こちらの方もまたですね、非常に人気が出てくるかなと、まあ、そういったことが予想されております。まあ、今後もこういった業界のニュース随時配信してまいりますので、気になるものがございましたら、そちらも合わせてご覧になっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。